どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。今回はですね、東京亀戸にあります麺屋バラ市さんにやってまいりました。こちらはですね、お酒が飲めるラーメン屋としてですね、まあラーメン限らずお酒に合う、おつまみとかね、いろいろ販売されてるお店です。今回はですね、ここの激辛メニュー超爆辛鶏そばに挑戦していきたいと思います。このね、超爆辛鶏そば、辛さレベルが3段階に分かれてまして、下から1から2から3からという、今日はね、この3からに挑戦していきたいかなと思います。辛さの源はですね、四川味噌を、使っているということで、聞き慣れない、味噌なんでね、非常にちょっと楽しみです。それではね、行った人の感想を見ていきましょう。お昼に麺屋バラ市さんの爆辛鶏そばを食べてみた。私が普通に食べれる限界の辛さなので、辛いものを欲した時にまた行きます、というレビューが上がっておりますけれども、なるほどなるほど。ちょっとまあどの辛さを食べたのかわからないんですけれども、まあ1から2から3から分かれてますんでね、もし挑戦する際はですね、辛さ耐性に合った、まあ、レベルに挑戦する方がいいかなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。あ、はい、それでは早速中入ってきたんですがね、これね、お店見渡す限り見てください、様々なこのバラエティ豊かなメニューが取り揃ってます。別にこれ、ね、お酒の飲めるラーメン屋としてね、まあ、外に飾ってありましたけども、本当にね、マグロのユッケ丼とか、餃子とかいろいろありますけれども、まあ、ここのなんか一番人気メニューはですね、これ濃厚鶏そばの黒ということで、これも美味しそうですね。鶏ガラと香味野菜を長時間煮込んだ濃厚スープということで、これ普通に美味しそうですね。今回は、ね、これ超爆辛鶏そばですけども、濃厚辛味噌鶏そばとかね、他にも、ね、辛そうなメニューありますけど、まあ、別に、ね、あの激辛ラーメン屋さんじゃないんで、ぜひ、ね、辛いの苦手な方でもね、全然お酒好きの方でもね、様々なお酒に合うおつまみいっぱいありますんで、ぜひぜひということで。でね、今日はね、個人的に、ね、ちょっと目標時間を設けて、ちょっと15分以内に食べ終えようということで、今日は特別に、うん、特別だよ、特別だからね、特別だよ。お、来たー。こちらが超爆辛そば3から。うわー、すごい真っ赤っかですね。具材はですね、キャベツ、ネギ、そしてこれ鶏の団子に、いろいろね、なんかささみ肉みたいなのがいろいろありますけれども、これね、味噌をベースに大量の唐辛子を投入した灼熱鶏白湯スープということで、激辛党の方にしかおすすめできないラーメンです。これベースは鶏白湯スープということで、ね、はい、これ楽しみですね。はい、じゃあ行きましょう。セルフで15分勝手に激辛チャレンジ、していきます。行きます、よーい、スタート。いただきます。さあ、超爆辛鶏そば3からお手並み拝見ですよということで、じゃあまずスープからいきます。いただきます。ちょっとまずお手並み。あ、美味しいね。あ、うまっ。心地いい辛さだ。鶏白湯の味わいが深いです。そしてこれ、なのこれ、鶏肉かなこれ。脂身が少なくていいですね、これ。さっぱりしたこの。そして鶏団子。さあ、残すところ、スープのみ。最後ね、この四川味噌たっぷりのこのスープを飲みました。飲みます。濃厚だなこれ、すごい、とろとろ。
ごちそうさまでした。よし、記録は5分58秒ということで約6分ですね。いや美味しかったな、はい、ちょっと食べるのに夢中になって食レポあえたんですけども、はい、それでは辛さレベルの発表していきましょう。麺屋バラエチさんの超爆辛鶏そば3から辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 6.5 です。はい、いや非常にこの鶏白湯スープがね非常にいい味わい深い、スープで、ね、そこにねこの麺がこう絡みついて非常に美味しく食べました。もうね夢中で食べました。もう食べ終わった後ねもうこの通り汗が止まらん止まらんと、はい、額の汗がこの辛さを物語っています。もうね、あの体の体内温度が 2,3 度上がる、それぐらいの、ね、こう辛さかなと思います。はい、やっぱね結構ねその大量の唐辛子でね結構粉っぽくなるとかっていう感じありますけども、これはねあの全然あの粉っぽくなくてですね、まあ、非常にこうスープもねごくごく飲めたかなと思います。うん、一押しはねこれ途中で、食べたねこの鶏団子、鶏のね肉団子がね美味しかったなこれ。結構ね今日はこうスピード重視で早食いしてましたけれども、早食いでもあうめえと分かる鶏団子でしたね。やっぱり、ね、これやっぱ鶏を売りにしてるだけあってね、非常にこう鶏の団子そして鶏肉の方が美味しかったですね。うん、まあ、今回ね記録6分ということでタイムアタックみたいなのしましたけれども、まあ、今後ねちょっとこういった感じでねセルフチャレンジみたいなことをしていこうかなと思いまして、まあ、リタイアした、激辛店舗そしてねまだ見ぬ、激辛料理に向けて、日々鍛錬を積んでいきたいかなと思います。はい、まあ、今回ねこのバラエチの超爆辛鶏そば紹介していきましたけれども、まあ冒頭紹介しました通り、ラーメン以外にもですねお酒に合うおつまみいろいろ様々ありますので、ぜひねラーメン好き激辛好きそしてお酒好きの方はぜひお越しいただいてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログツイッター等々更新しますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。